それで学園もののゲームは主に恋愛要素がポイントになってて。恋愛？どうかした？どうもしないよ。続けて。それとあとはエッチなシーンとかが。エッチだと？何か問題でも？わあ、京也、それってそのそういうシーンとかあるんだよな。そうだね、あるね。実は俺さ、そういう経験まだねえんだ。そういうって？あ、大丈夫だって。プロのライターでも経験がないのに書いてる人いるし。本当か？うん、だから安心して。そうか。ということで、学園ものを作ろうと思います。はい、先生。何？私、そういうゲーム全然したことないけん、どういうのかわからんとよ。あ、それ私も。じゃあ、ちょっとプレイテストしてみる？このノーパソに入ってるから。じゃあ、私たち二人でちょっとやってみるね。行こう。なんなのあれ。どうしたの？可愛い女の子が出てきたと思ったら、あんなことしたりとんでもないこと言ったりして、私もびっくりして恥ずかしくって。痛いってば、ナナコ。なんかようわからんやったけど、楽しそうやったね。もうそんなレベルじゃなかったわよ。京也のバカド変態、何考えてんの知らない。先が思いやられるな。